サブチャンネルよやっやっやっ東京駅アキネーター東京駅アキネーター、これ気をつけないといけないですよ。レンガ製ですか？はい東京駅アキネーター、東京駅アキネーター、駅アキネーター、わかりやすく言うと都内駅アキネーターです。あ、そう、都内の駅でアキネーターするってこと？そう、はい、おお、なるほど、新宿みたいなことね。あ、そう、そうです。はい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 。これだから撮影の合間に、うん、これで遊んでて、なんかやってたね。あまりにも面白い。あまりにも面白い。そんなに？サブチャンネルでやっちゃおうかな。やっちゃおうかなと思って。まあ、確かに鳥取駅アキネーターよりは100倍面白そう。もう早速やろう。これ東京都内の駅をなんかランダムで表示してくれるサイトがあって、そう。そこから問題が出すということ。そんなサイトがまずあるんだ。じゃあ3人いるんで、3人いるんでやっぱ1人が出題して、残り2人で質問したっていう。オッケーオッケー。え、これの、このゲームのためにあるようなサイトじゃない？これ。そう。何この東京の駅をランダムに表示するそこの。何それ。ありがとうございます。ありがとうございます。都内駅ランダムメーカー、ありがとうございます。え、その、県を選んでランダムに出せるとかじゃなくて、都内駅。これは都内。なんか全国のやつも確かあって。何だろう、いつだろう。用途は何？だこのゲーム。まあ、でもこのゲーム。鉄オタ界隈とかでよく使われるんですか？そうか。わかんないですけど。ランダムその話題ガチャみたいなこと。そう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 。今日は池袋駅か。みたいなこれでもその山手線とか来たらイージーなんですけど、うん、その都電荒川線とか来るとマジでマジきつい。ですマジきつい。なんとか何丁目とかめっちゃリッチな地名来て終わるっていうパターンがありますけどね。だから出す時に、いや、だから一応僕もチェック、だからじゃあ僕最初出すね。はい、だから一応自分が知ってるかどうかは考慮に入れるわ、うん、はい、了解。ある程度質問しても無理そうだったら諦めましょう。そうしよう、そうしよう。確かに。まあ、一旦1問目だしこれでいこうか。1問目だしこれ、はい。ちょっとヒントになるような言い方だったけど、じゃあどうぞ。これまずですね、東京の駅って、うん、これ東京に来たら驚くんですけど、はい、いろんな路線が通ってるんですね。そう、ああだからそうだね、それはそうだよね。だって新宿駅だったら山手線も通ってれば中央線も通ってれば、まあそれは JR に限定されて丸の内も通ってれば、そうです、メトロがまずいっぱいあって、東映新宿線も通ってれば、東映地下鉄もあって、私鉄もあって、うんうんうん、などなど、確かに確かに確かにね。というところで、はい、まずは JR 通ってますか？はい、 JR 通ってる。メトロ通ってますか？いいえ。ああ、これ、この駅アキネーターの問題点は僕がこれにめちゃくちゃ詳しくないと。はい、もう検索してください全然検索してください。新宿とか池袋とか東京みたいな駅ではない。そうですね、メトロ通ってないです。 JR 以外通ってますか？おお、深い質問だな。深い質問、深い質問だな。これはね、はいと一旦しておきましょう。一旦はいかな。まあじゃあはい、はい、JR が通ってます。はい、上り塔とかって確かに上り塔は神奈川、上り塔は神奈川ですね。じゃあメトロじゃない、その何かを当てましょう。メトロじゃない、 JR でもメトロでもない何か通ってるわけですね。京王線通ってますか？いえ、都営地下鉄通ってますか？部分的にいいえ部分的にそうじゃなくて、部分的にいいえ、あ、その同じ名前の駅名として通ってないみたいな方ですか？あ、そうですね、極めて近い乗り換え駅は同じ名前ではない。でいわゆる国会議事堂前と離れてるけど別の駅だけどみたいな、ちょっと離れてるだけで徒歩移動できますみたいなのは通ってない。じゃあ同名の駅には都営地下鉄は通ってない、ね、はい。で同名の駅には JR 以外も通ってる。まあはい、一応はい。メトロでもなく都営地下鉄でもなく、都営地下鉄がありそうな場所だけど、まあ、これもう当てられそうだよね、本当に知識あったら。そんな、まあまあ、そう、でも残念ながら別にそんな鉄道にめちゃ詳しいわけじゃないだから、鉄道駅アキネーターのマニアである2人と、全然そんな、はい、まだ対策のために路線図覚えるとか全然してないし、ね、面白い。昔駅面もやっていた駅面もやってた、これはでかい。東京でもやってました。え、東京でもやってました、ね、やってたメトロの1日乗り放題券とか買って、めっちゃガチ、めっちゃガチじゃないですか。東大線の駅全部乗ったりしたよ。そういう意味ではこう結構なんかこう深い駅を引いてる俺今の確かに。JR が通ってて、私鉄が通ってて、同名の駅には、あ、メトロは通ってなくて、同名の駅には都営は通ってない、うん、私鉄が通ってるということですね。私鉄だと思う、これは。はい、小田急通ってますか？いえ、多分小田急があるのは結構西の方 で、うん、でそっちはあんまり都営地下鉄が近くになさそうなんです、まあ、そうですね、この京成とかの方がありそう。あ、
覇者に。京成電鉄どうですか。いいえ、これはちょっと意識の外にある鉄道かもしれないな。意識の外にある鉄道、西武池袋線通ってますか。いいえ、これは私鉄だな。確かに京急どうですか。いいえ、なんかもっと JR とかの方をもっと絞ったりとかもありますからね。まあまあ、いやでもやっぱその私鉄これ当てたい、これ当てたいよね。とりあえずとりあえず、山手線通ってますか。はい。おお、じゃあ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 、じゃあもうないじゃん。もう行けそう。もうないじゃん。山手線通ってて、メトロ通ってなくて私鉄が通ってる。そうです。珍しい駅だな。こういうのが楽しいのよ皆さん、この駅アキネーター。今ここ一番楽しいところだ。かなり気持ちいい。ここで一発行ったらすごい。これ一発行ったら熱い。これはメトロ通ってる。これは何も通ってない。メトロが通ってる。待てよ。いや、待てよ。メトロ通ってないか。なんかだからその同盟の駅に私鉄が、はい、お秋葉原。残念。違うのか。僕も秋葉原だと思った。山の線通ってて、秋葉原って多分メトロで秋葉原駅ってあるある。あるんだ。ダメだ。あるか。日比谷線かなが通ってる。あ、なんかそれ前あった。それ前あったな。日比谷線と山手線が通ってる駅3個あるんだ。確かに。これ深まってんだ、このゲーム実は。で、TX のこと思ったってことでしょ。あ、そうです、そうです、そうです。いや、これ、このね、この私鉄を思い出すのはね、相当ね。いや、つくばエクスプレスとかなんかいいライン。いや、いいラインだね。で、その同盟か、厳密にこれをみんな同盟でこう呼ぶかっていう、その私鉄の方ね。微妙だね。ほい。何？お、はい。浜松町。正解した。モノレール。モノレール浜松町駅。浜松町、確かに意識の外にある施設。来た。東京モノレールか。東京モノレールね、羽田空港の方に行けるモノレールですけど。わー。よし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 。まあまあよく行くのにな、浜松町。これすごくない？まあまあよく行くよね、浜松町。でも確かにメトロはなくて。メトロないわ。山手線があって、意識の外にある施設がある。そう。で、乗り換えは大門駅。大門。大門は、都営大江戸線。大江戸線とあと浅草線もかな。めちゃ都営に強いっていう。どう、いや、最初ながらいい、あ、意外といい問題だった。意外といい問題だね、これね。やられた。じゃあ出すか。お、で、そっちはあのその出た駅について調べる。よし、行こう。ちょっと分かんないわ。どうしよう。どれくらい、みんなどれくらい実力あんの。まあまあ、ちょっとやってみて。ちょっとやってみて。無理そうだったら。それは無理だよねっていうのは、まあ、そうそうそう、できたらいける。いや、無理だったら僕さっきの方がよっぽど無理だと思う。ああ僕は全く知らない駅が最初出て、うん、これは知ってるけど難しいかも。1個目出たの何だったの。1個目はなんか都立火星駅。ああ、ちょっと難しい。都立火星ってどんな字ですか。え、か、火星学部の火星。都立高、西武鉄道中野区の駅。あ、西武か。知らないかも。新宿線ってことですか。西武鉄道新宿線。西武新宿線か。あ、確かに。それはむずい、ね、むずいな。駅名は東京府立中野高等火星女学校に由来する。 かつてあったってことですか。かつてあった。府立ってすごい。東京、現東京都立鷺宮高等学校。すごい。え、今の出てる駅は知ってはいる。駅名前は知ってる。あ、じゃあそれ行こう、それ行こう、それ行こう。はい。だからいつものやつやろ。え、いきなり。え、じゃあ、あの JR から。 JR かな。 JR 通ってますか。はい、だね。はい。JR 以外は通ってますか。通ってないんじゃないか。あららららら、あららら。これはだいぶ難しい。これはむずいぞ。必殺技使いたかったのに、俺とゴンの。あのまあちょっと通っておきましょう。通っておきましょう。はいはい。 JR のみ、多分のみだと思うな。おお、じゃあウィキペディアパッと見て。ウィキペディアに大体書いてますね。じゃあ、都内の駅でしょ。じゃあ、つまり JR なんとか線っていうのが通ってると思うんですよ。はい。そのなんとか線は新宿駅を通ってますか。あ、出た。別の駅を使ってチェックするでしょ。はいかな。おお、新宿駅だと山手線、はい、中央線、黄色いやつなんて言うんだっけ。中央線、総武線、はい、それから埼京線も通ってる。はいはいはい。じゃあ、でもそんくらいじゃない。湘南新宿ラインとかってあれ何線なの。確かに湘南新宿ラインとかも通ってるか。あ、だから新宿通ってるのあんまり意味ない絞りか。ちょっと絞れてない。通って言い過ぎた。じゃあ23区内ですか。鉄道じゃなくてあの地理の方から。確かに確かに。はいですね。おお、じゃあ23区内で、じゃあまあ路線絞る。路線絞る。 JR しかないんだったらその路線を当てないと結構きつそうです。そうね、 JR しかないから。あ、じゃあその、じゃあその駅は、うん、その JR なんとか線みたいなのは複数通ってますか。はい。おお、まあ、まあそうだね。まあまあ、はいだね、うん、はい、普通に。はい。山手と総武みたいな。山手線まずやっぱり
やっぱり聞くか。山手線通ってますか。いいえ。うわ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 、ちょっと不穏な感じ。やっぱ総武線、中央線あたりなんだっけ。中央総武線通ってますか。はい。おーし、絶対いける。じゃあこれは行きたくて。新宿よりも東側ですか。いいえじゃない、多分いいえだと思う。23区内で新宿より西側っていうことは、うん、中野とかで新宿こう行くから。そう、こう行くか。高田の馬場先。高田の馬場、東中野、中野、高円寺、はいはいはい、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪。 その辺も怪しくない。そこまで西荻までは多分杉並区で、うんうん、武蔵境とかは武蔵野市っぽいんです、うん、あ、多分今挙げたやつのどっかあたりだと。もうその辺でね。もうそうですね。もうほとんどいけてる。これをいかに少なく絞るか。いかに少なく絞るか。中だ、真ん中辺は中野ぐらいか。中野で二分探索いきますね。そうか。中野伊勢ですか。まあはい。まあ、はい、これは、いや多分そのだからそのあんまりこう正確な地理は知らない。はいはいはい。でも大体東西にこう走ってるという。そうね。阿佐ヶ谷伊勢ですか。はい、阿佐ヶ谷駅。いいえ、あれ。じゃあ荻窪。荻窪。もう荻窪か。荻窪駅。いいえ、あれ。ここら辺からちょっと怪しくなって。西荻窪駅。正解。まあ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 、いったね。ちょいムズだ。ちょいムズだったな。JR における東京23区最西端の駅らしいです。いや、西荻の一個横が。三鷹ですか、吉祥寺吉祥寺かな。吉祥寺まで行ったら、吉祥寺も武蔵野市だから、ギリ。東京都区内の JR 駅では中心駅である東京駅から最も遠い。面白、めっちゃ面白い情報だ。西荻窪でした。はい、これいい難易度ですね。これランダムってやつ押したらいいんですか。ランダムってやつ押したらいい。ランダム、まあ、僕はやっぱ一発でいきます。これにしましょう。これです。これにしましょう。いきます。むずいかもなぁ。ちょっとむずいかもなぁ。じゃあ調べます、ね。逆に、メトロ通ってますか、まあ、多分、はい。はい。お、はい、来た。はい、来た。はい、来た。メトロ絞りいけるぞ。メトロ絞り。ここでメトロの必殺技を使うぜ。メトロの必殺技。来るか。メトロが通ってると思うんですが、はい、その駅を通るその線は、はい、大手町を通っていますか。大手町チェック。大手町チェック。大手町チェック。これ必殺技。大手町はね、うん、4つぐらいメトロが通っててね、大手町チェックってのは半分ぐらいに絞れて熱いんですよ。確かに。そうか。メトロって7路線か8路線か9路線か。そう。それぐらいなんだよ。で、大手町は東西線、千代田線、半蔵門線、丸の内線から。おめっちゃ熱い駅なの、大手町。熱いね。はい。おお。東西線、千代田線、半蔵門線、丸の内線。だと思う。だからもう日比谷線とか銀座線とか考えなくていいわけ。確かに。だから丸の内と千代田を両方通ってる別の駅ってないの。うわーとかありそう。丸の内と半蔵門とか。それはね、ある。それはね、ありそう。いや、ちょっと待って、ないか。いや、ちょっと待ってよ、待って、ないか。なんかね、2個に絞りたい。2個に絞りたい。うわ、それを考えるのが今一番楽しい。で、だから、千代田、東西、半蔵、丸の内、そう。丸の内と千代田とか絶対ある。ありそう。でもね、千代田ってね、つまり根津とか通るやつですよ、俺たちの。そうね。俺たちの根津駅。根津駅ね。根津ってのは東京大学の最寄りの一つなんだけど。あ、千代田線っていうのは良くて、駒場に行くにも代々木、まぁ、ちょっと遠いけど、代々木上原があり、はいはいはい、本郷に行くにも根津があり。そう、最強の線なんでね。そう。で、乗り入れて柏の方まで行くから。あ、そう。常磐線乗り入れて柏の方まで行くから、最強の線なんですよ。そう、最強線という名前はあれのためにある。最強線別の路線です。うわー、なんかありそう。半蔵門、国会議事堂前駅とかって丸の内ってない。あー、うわー、わかんねえ。ちょうどわかんねえ。四つや。だからさ、あれだからさ、本郷三丁目に行くときにさ、うんうんうん、その国会議事堂前で乗り換えないか。赤坂見附とか四つ屋のイメージはあるんだよな。赤坂見附千代田通ってなくね。通ってないか。赤坂見附って赤と黄色じゃない。そうか、違うか。そうかも。いや、そうか。渋谷から銀座乗ってっていう。渋谷から銀座乗るのか。渋谷から銀座乗って赤坂見附乗り換え本郷三丁目っていう。あー、なるほどね。うわ、ここから。いや、でもね、その4路線上に、うわー、ここなんかいまい絞り方欲しい。赤と青の駅とかない。東西ありそう。あんまない。中野、東西に詳しくないんだよな、マジで。中野とかの、そんなん通ってないか。中野坂上とか通ってないかな。
うわー、ここめっちゃ喋りてー、めっちゃ喋りてー、ごめんねー、ここが一番楽しいとこなのに俺もメトロの話してうわー、もうダサいやつ行くか、一個ずつ行くのか。まあ中野、中野でも中野っていう丸の内の駅ないんだよな、結局東西線。じゃあ国会議事堂前、問題になってるその駅を通る線は国会議事堂前通ってますか。はい、千代田線、千代田線、千代田線は絶対通ってる。丸の内線も通ってるかな、丸の内線も通ってるのかな。じゃあ千代田線かどうか聞くには、なんかそれこそネズとか聞けばいいか。その線は新お茶の水を通っていますか。はい、千代田線だ、千代田線だ。代々木上原、明治神宮前、うん、表参道、乃木坂とか通るんじゃない。あ、表参道、乃木坂、乃木坂、赤坂、国会議事堂前、うん、日比谷、日比谷って通るっけ、国会議事堂前。あ、一回全部覚えたらいいなこれすごすぎる、すごすぎる、駅メモの力、駅そう、駅メモの力ってある。駅ネーター線、昔小田急線沿いに住んでたのよ。ああ、はい、で小田急線の駅全部覚えて、乗り入れてるから、ね、そう、乗り入れてるから千代田線も全部覚えたのよ。いやー、ここはでも真ん中あたりは、千代田線の真ん中あたりは、つまり代々木上原から、まあ、綾瀬だと思っていて、千代田線で大体、うん、まあそうだね。ってことは真ん中あたりだとして、大手町ぐらいか。本当に大手町とかだね。大手町より北ですか。北、なんかこうなってない、まあ、大体その千代田線ってこうなってる、ね、代々木上原からこう来て、大手町から急激にこう、まあ北ですね。はい、北です。つまり何が言いたいかっていうと、綾瀬川ですか。まあそういうことですね。はい、そうですね。ネズチェック入るか。ネズチェック入る。北千住とかネズとか、いや北千住は行き過ぎか。北千住はもうほとんど綾瀬だから、近くに何あるか聞くか。でもその駅の近くに東大ありますかとか聞いてはいだったらおもろすぎる。イエスノーに困る質問やめてください湯島とかも通ってるな。あれ湯島通ってるね。ネズとか通ってる。湯島、ネズ、千駄木とか通ってるかも。確かにネズより綾瀬川ですか。いいえ、根津と大手町の間、もうほとんどない。新お茶の水新お茶の水新お茶の水、あれそれぐらいしかない。思いつかないわ。もう思いつかない。新お茶の水ですか。正解、千代田線を特定する段階で新お茶の水を通ってますかという質問が炸裂しておりましたけど、正解でございます。新お茶の水でございます。イエーイ、新お茶の水っていうのはね、いい街なんですよ。なんでかっていうとね、スポーツショップがいっぱいあるから。あー、そっか、確かに神田お茶の水あたりってなんかスポーツショップがいっぱいあって、時々行って嬉しいんですよ、ね。あとは本屋さんとかもいっぱい。あー、そう、本屋さんもいっぱいある。神保町の近くだから、ね、カレー屋さん、本屋さん、カレー屋さん、本屋さん、神保町がいっぱいあって、あとは大学がたくさんある、大学がたくさんあるっていう大変楽しい遊び、じっくり僕らだけ楽しかったんですけど、皆さんいかが楽しめたでしょうか。これでも誰でも楽しめます。これ誰でも楽しめます。まあ東京の人は、ね、すいません、東京の人しか僕は18歳まで全く楽しめないぐらい。これそう、だからその地元のやつをランダムで出したらできる。あ、でもその東京がやっぱりこの複雑で、そう情報量が多いっていうのが面白いところなんで、駅で整理するで、鳥取アキネーターあんま面白くないよ。そう、御厨駅でしたって言われて、うん、路線があんまりないっていうのが、で無人駅多いからさ、あんま特徴がその和知駅でしたって京都アキネ、京都の駅アキネーターで、和知駅どこやねんとかなるから。どこですか。和知駅真ん中辺にあります。京都府の真ん中辺にありますという、あのごめんなさい、あのでも今日東京ってそんなに鉄道網が、大阪の人は楽しめるんじゃないでしょうか。確かに。ぜひ遊んでみてください。さよなら。さよなら。